あの君は。よし、ダー君。うん、何？今日はこの海賊、うん、あ、見えなくなった。うん、この海賊船でお宝を探すぞ。うん、お外にあるんだからね。中に見たから地図でね。よし、中に入ってみよう。うん、あ、地図あるから中に。まずはこっちだ。うん、魚釣りもあるかい？置いとこう。これか、すごいな。うん、かなり大きな海賊船だ。ダー君が作ったやつだよ。ダー君の海賊船だな。うん、よし、入ってみよう。アラギルもあるんでしょ。まあ、俺の海賊船もあるけど、とりあえずこっちだ。うん、海賊船に潜入。ダー君のやつを見てもいいかね、ほんと。あ、間違えちゃった。了解。あ、どうした？はとまっちゃった。ダー君、大丈夫か？はとまっちゃった。ピチャピチャしてる。オッケー、戻ってきたな。うん、行くぞ、ダー君。うん、ちょっと待っといてよ、アラギル。オッケー、オッケー、ナイス、いいぞ。ちょっと秘密があるんだけどさ、来て、ここに秘密あるんだよ。なんだって、どこに？ワープできるね、ここへ。オッケー、ワープできたじゃん。入るぞ、オッケー。ワープできた。よし、これがここに、海賊船の中、ここの中に隠し部屋があるんだよ。隠し部屋だって、うん、そんなバカな。全部探してみたらあったんだよ、海賊船の中に隠し部屋。うん、まさにお宝の匂いだな。どこにあるんだ？ここの下だったら、確か下にあった。この下か。ここ下の階屋にあったね。あ、ここの階屋だ。あ、了解了解。ここはただ寝る部屋じゃないか。ここも、ここは隠し部屋。何を言っているんだ。勝手に開くんだよ。そんなわけないだろ、ここはただの壁だと。壁じゃないんだよ、しかも大きい壁だな。落ちてみーや、あれけな。何もないって。ここ落ちてみ。あ、これ。あいつ。ほら、電気を消すだけじゃないか。なんで乗らないのかな。じゃあ、もういいや。お。え。あいつ。ふん。ほらね。これは。隠し部屋。隠し部屋。わかったぞ、ダー君。うん。ここのライトを消して引き出しを二つ開けたら開いた。そうなんだよ。のかもしれない。一緒に行こう。行ってみよう。うん。行こう。地下に行くぞ。うん。なんだこの地下。お、ここを消したらどういうこと。うお、お宝発見。そうでしょ。ここにも、ちゃ、お外に座ってみたらお宝があるんだよ。そうなの。うん、全部の一個をお宝を探すってことなんだ。いやー、これで十分でしょ。もらえるんだよ、金銀財宝。落ちて。やったぜ。ちょっと待って、もらえる。お宝いっちゃったよ。もらえるんだよ。俺は海賊。ちょっと丸あるんだよね。ここに見て。あ、これが宝の地図ってこと。うん、うん、そうなんだよ。そうかな。うん、一個一個お外にどっかにお宝があるんだよ。今は僕たちここでしょ。俺たちの旅はまだ始まったばかりってわけだね。うん、うん、そうなんだよ。お宝を探そう。行くぞ。うん、お宝探しの旅に出航します。うん、海賊船出発。うおー、すごー。また見てねー。また見てねー。我ら海賊親子。なんだこれ。家が船になってる。うん、そうなんだよ。アラケナも一緒だよ。すごいことなんだ。アラケナ。